Oh!
ありがとうございます。まだ9月にプロレスリングはここファクタースターゲに帰ってきます。もちろん俺はこのベルト前で帰ってきます。必ず皆さんの前にベルトがいた姿で帰ってきますので、皆さんこれからもプロレスリングは応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。正直言うともっと楽勝で勝てると思った。試合も15分までには切りつくかなと思ったら倍近くかったし、めちゃくちゃきつかった。あれだけ完璧に決まった片山ジャーマン返されるっていうのは、なかなかね、ないことだ。まあでもタイトルマッチ最近一発返されることが多くなってきてるので、そこはもっともっと改良していかなあかんなっていうのはあるし、次誰とやるか分からへんけど、次こそは一発で決めたいなと思います。試合後は一本指を立ててます。もう一回やろう。この内容でチャンピオンとして終わったら恥ずかしいだけだから、もう一回やる。 あいつとは博多のメインで、女子ジュニア戦が生まれた、まあ、ジュニアの地位向上を訴え続けてきた原田さんからして、メインで戦ったということについては、責任感はすごいありましたね。やっぱり大会の最後ですし、ましてはベルトをかけて戦うわけですから、ヘマな試合はできないし、下手な試合は、すごい責任感を今日ありました。まあ、でもジュニアの地位が着実に上がってきているという実感というのはありますか？実感、まだ正直そこまではないかなって感じですね。今この1年ってなんかすごい試されてる感じがするんで、本当の勝負はここからやと思います。まあ、次は、ジュニアタッグを取りに行こう、正直ね、ジュニアタッグのことに関しては今日終わるまで何も考えないようにはしました。やっぱり博多のメインで広くと戦うわけですからね、やっぱりこれをないがしろにしたら絶対に守れないと思ったんですけど、だから明日から、いや今日の夜からしっかりと広木田中稔組っていうのをしっかりと考えて見ていきたいなと思います。シングルの挑戦者は名乗りがありませんでした。いいよ、俺はいつでもチャンピオンやから待つし、誰が来てもしっかり迎え撃つ覚悟はできてるんで、俺を倒したいやつはいつでも来い。待っとるぞ。